そうですね、まあ、今回また新しい試みではあったんですけど、まあ、今作はその、まあ、いくつかそのテーマがある中でウルトラホールについてのウルトラホールの謎に迫るといったことを大きな一つのテーマとして取り組みたいと考えてました。でウルトラホールの謎に迫る中でウルトラホールから現れるウルトラビーストについても、まあ、一つの答えというかとまた多くの謎というのをユーザーの皆さんに問いかけたいなと思ってまして、それにあたりまだ見たことのないウルトラビースト、まあ、ウルトラビーストをお見せしたいと思う理由で追加いたしました。そうですね、まあ、自分が、サンドムーンのディレクターをして、アローラ地方を作ったんですけども、まだこのアローラ地方はさらに魅力的に作れるんじゃないかというふうにずっと考えていました。で今回そのウルトラサンウルトラムーンのディレクターをユアに任せてですね、まあ、ユアオならもっとそのアローラの魅力を引き出してくれるだろうというところで、まあ、ウルサンムーンのアッパーバージョンとしてウルトラサンウルトラムーンを作るということにしました。まあ、今作は、ルビーサファイアに対してエメラルドというような位置づけと近い、まあ、アッパーバージョンと私たちが呼んでいるものなんですけども、今作はさらにそこに驚きを加えてウルトラサンウルトラムーンという2バージョンを作って、新作のように対戦や交換で友達と遊べるようにというふうに考えて2バージョンの作成をしました。そうですね、話せば長くなるんですけど、まあ、ちょっとかいつまみながら説明させていただきますと、まあ、今作はパッケージポケモンである日食ネクロズマおよび月食ネクロズマの介入によって、サンムーンとは異なるストーリーが展開されます。で異なるストーリーが展開されるという中で、サンムーンとに登場してきたハイやリーリエといったおなじみのキャラクターの別の一面が見れるというところで、まあ、ストーリーにその大きくそのサンムーンとの違いが出ているかなっていうところが一つ、あとは、ゲームプレイについても、まあ、新しく増えたものがありまして、例えばマンタイの背中に乗ってサーフィンライクのアクションゲームが楽しめるマンタインサーフといった遊びや、まあ、ポケモンとトレーナーとが一緒に写真を撮ってその写真を、まあ、デコレーションしフェスサークルを通じて他のプレイヤーと共有ができるアローラフォトクラブといった新しい遊びがゲームの中に点在しておりますので、まあ、そちらでこうサンムーンとの違いは感じていただけるかなと考えております。そうですね、まあ本当はここをこうアピールしたいってところはあるんですけど、まだちょっと秘密なところがもありまして、まあ、言えるところで言うと、まあ、例えばウルトラサンムーンはクリア後にもこの大きめのサブシナリオが入ってまして、そちらそうですね、ユーザーの皆さんに喜んでいただけると思ってます。あとは今回その別の、まあ、普段のアローラ地方とは別の異世界に冒険をするという、まあ、遊びがあるんですけど、その中で、まあ、出会えるポケモンの中にミュウツーといった皆さんご存知のすごく強い伝説のポケモンも登場しますので、そういうところは、まあ、テンションが上がって見ていただけるかなと思っています。そうですね、そうだな、まあ、今作ウルトラサンウルトラムーンはまあ、サンムーンで登場したウルトラホールという未知の世界について、まあ、掘り下げた作品となってますので、まあ、ウルトラホールの謎というものが、まあ、ある種解明されると思いますし、パッケージポケモンであるネクロズマについて、まあ、あのポケモンはかなり謎を持ってまして、その謎についても、まあ、分かるので、まあ、ぜひ遊んでいただきたいなと思ってますね。まあ、知らないとちょっともったいないかなと。言えない部分とかもあったりして、本当はね、そこがすごい、まあ、触っちゃったもう一回もう一回、はい、じゃあマイクさん、あ、それカチン